はい、皆さんこんにちは。お待たせしました。オパール博物館の第9弾になります。残りわずかになってきましたけども、このオパール博物館の中で唯一のカット石ですね。ハセットカットが施された、オーバルカットのエチオピアオパールになります。もうすでに映像は始まってまして、各種ライトを当ててるところですけども、まずはこのようにペンライトですね。で、この石は正直パッと見ではですね、有色がギラギラとするようなタイプではないんですけども、このようにライトをいろんな角度から当ててると、その中に潜んでる、赤だとかグリーンだとかが出てきます。本当にどこにあるかがわからないというか、その有色のありかがわからなくて、なかなかこの、ギラッとするとこをこう抑えられないのがちょっともどかしかったんですけども、まあ、うまくこう当たってくれると、このようにですね、真っ赤な有色が出てきたり、なんかまさに潜んでるっていう感じの、有色になります。まあ、こういうふうに角度によっても結構、ギラつくところがありますね。まあ何よりこの石はですね、カット石ということと、まあ、このクリスタルな部分約3分の2ぐらいのところと、ミルキーな部分の3分の1、これがまたこう斜めにですね、層が分かれてて、面白いところと、まあ、あとカット石ならではの、テリーがあるというところ、まあ、あと、3キャラ半近い石目があるので、オパールっていうのは結構思ってる以上に軽いので、3キャラ半もあるとなかなかのこれはボリュームもあります。だから、結構ですね、まあ、もちろん製品なんかにしてもすごい存在感あると思いますけど、このルースのまんまでもなかなか、存在感あるので、まあ、これはこれで面白い石ですね。まあ、このように裏面も撮影してます。裏面も結構、有色は出てきますね。はい。まあ、こういった感じでこの見た目の面白さと有色の潜んでる有色をこう探す楽しさのあるオパールになります。それでですね、こちら、オパール博物館の第9弾ではあるんですけども、今、ですね、ステイホームオークションといってですね、外出自粛とですね、まあ、ちょうど今天候が悪くなってきているので、在宅というか、まあ、家にいらっしゃる方が多いかと思いますので、まあ、そんなおうち時間を有効に楽しく、過ごしていただこうということで、ステイホームオークションと名付けた、企画をやっております。ですのでこちらは、思い切ってですね、オパール博物館ちょっとなかなかオークションというものが少なかったので、ステイホームオークションにも絡めてですね、これから、出品してみようかと思ってます。一応期間が今日までとなっているので、まあ、出品してから、開催期間はすごく短くなってしまいますけども、まあそれはそれとしてですね、こう限られた時間の中でいろいろと楽しんでいただけたらと思いますので、この動画をアップした後にですね、ちょっと出品の方の準備入ってみたいと思いますので、よろしければおうち時間を有効にお使いいただけるようにご参加いただけたら嬉しいなと思ってます。はい、では、オパール博物館も残りあと1個になりましたが、その最後の1つ手前の第9弾、こちらのファセットカット、エチオピアオパール 3.44、
ぜひお楽しみください。それではよろしくお願いします。ありがとうございます。